皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回は驚き、重量固定編成の2番9系が復活する系について紹介しましょう。2番9系は厳密に言うと一応2番9系500番台や2番9系1000番台で、少数重量固定編成は今現在も走行していますが、純粋なあの2番9系0番台ベースの電車が重量固定編成を蘇生するっていうのは結構驚きですね。しかも今回6ドアが付いていない重量固定編成なんで、なんと京浜東北線で昔走っていた元901系だったりとか、初期に作られて6ドアを組み込む前の2番9系重量固定編成っていうのが再現されました。なんと今回令和になってまさかの誕生っていうことで、皆さんにこのことについて紹介していきましょう。そもそもなぜこういう2番9系が生まれたのでしょうか。理由としては、房総半島で活躍していた2番9系のうち一部6両編成が4両編成に短縮されることが起きました。その際に6両編成中の MM ダッシュユニットを取って4両編成になりました。そしてその時に6両編成3本あったんで、4両編成2本を作った際にちょうどボハユニットが2つあったんで、これを2個既存の6両編成に組み込んで10両編成にしました。6両編成の長さが変わるのはおそらく運用整理で、かなりの数の6両編成が増やされたことが原因かもしれません。6両編成はこれまで内房線や外房線の末端間を結構走ってましたが、2021年の春のダイヤ改正によって多くの運用が E131 系の2両編成や4両編成に交換されてました。今現在はちょっと E131 系が配給しきってないんで、一部4両編成の運用が2番9系担当されてますが、どちらにしてもやっぱり6両編成の運用は減ってしまいました。そしてその一方で4両編成の運用はむしろ若干増えています。さっき紹介したような臨時の運行もそうですし、他にも純粋に内房線や外房線を中心に一部の運用が8両編成になりました。そしてこの8両編成の運用結構増えてるんですよね。実際4両編成が8両編成だったりなど、結構全体的に増結されている運用もあったり、なんだかんだ言って昼間の輸送力は増えています。約10年ほど前から2万9系がここで活躍をしていますが、その当時と結構運用体系が今回の2021年春の改正によって導入当初からは結構変更されたダイヤになりました。このためやっぱり6両編成の運用がある程度整理されちゃって減っちゃったっていうのは否めませんね。逆に4両は増えたことから、むしろ4両編成を増やし6両編成を減らすっていう動きは当たり前です。ですがなんでこういう重量固定編成が突然何の脈絡もなく蘇生されたのはちょっと不思議ですよね。今回ダイヤ改正はさっきも紹介しましたが8両編成がメインで、10両編成はそんなに関連性がないんですよ。8両編成の運用が増えるから6両固定編成に2を組み込んで8両で運行するっていうのは考えられますが、この電車はなぜか10両編成になっています。ちょっとこれは不思議ですよね。次はこの秘密について、あくまでもアップロード地点での情報をもとに推測した話ですが、このことについて2個ほど予想できる選択肢があるんで紹介しましょう。もしかすると6両編成の運用数が非常に減っちゃったため、この結果として余っている6両編成をちょっと一部廃車にしようということで、ちょうど余った中間車とともに廃車をする準備として重量固定編成だった可能性っていうのは残念ながらあるんですよね。この場合はおそらく残念ながら廃車改装になりますね。もともと組み込まれていた余剰ボハユニットっていうのはパンタグラフが残念ながら実質撤去されています。そのためわざわざこのような特殊車両を組み込むっていうのはもしかすると引退する合図かもしれません。過去に廃車改装で異常に長い編成で廃車改装された編成がいくらか存在します。例えば昔走っていた107系の日光線の場合だと、普段は最長6両編成で運行していましたが、廃車改装する際は8両編成で廃車されました。基本的にこんな長い編成は営業運転で組みませんが、廃車改装する際にこのような形で長い編成を組んでまとめて廃車をしようという案は普通によく見られます。 E217 系が11両編成ですが、それでも機関車1両で廃車改装できたんで、まあ、確かにこういう廃車改装効率化、このことを考えた場合はやっぱり長い編成にして一気に廃車にするっていうのはそこまで極端におかしくない話かもしれません。ちょっとかわいそうな結果かもしれませんが、2番9系の引退が始まる合図というのも実はこの蘇生かもしれません。先ほどまでは多くの人が支持している2番9系の廃車改装論をお話しましたが、実はこれ以外にも可能性があります。それは重量固定編成で営業運転するっていう話ですね。重量編成でそもそも運行できるとかが一番の問題になると思いますが、先ほど紹介した例の重量固定編成になった2万9系2100番台にはパンタグラフが2つ残ってますね。実を言うと元 C618 編成っていう6両編成から4
4両編成短縮されず、余剰母波を2個つないで14編成だった。この特殊な中間車については実を言うと、まだ母波車として運行できます。先ほど紹介した余剰母波車についてはパンタグラフがありませんが、今回のこの電車についてはパンタグラフが残ってますからね。まだまだ母波車としてこれからも運行できるでしょう。これはつまり少なくともですけれどもね、 4M6T で実質走れるってわけなんですよ。実際 4M6T って言っても209系500番台、 K34 編成など、209系自体が普通に 4M6T で走ってますよ。 K34 編成は京葉線で運行していますが、越中島から潮見を中心に結構急勾配がところどころあったりします。ですがそういう線区でも 4M6T で結構混雑しているラッシュの時間帯でも坂を登ることは全然可能なんで、まあ極端な話、走ろうと思えば全然この MT 比で OK です。そもそも209系0番台時代が 4M6T で当たり前より通勤輸送してましたからね、全然特に問題ないでしょう。足回りの負荷がちょっと心配ですが、そろそろ登場してから30年経つ編成もあったりするんで、おまけに E233 系で置き換えが進んでいくことが想定されてますから、まあそんなに長期間使われていることで多少負荷がかかってもいいやっていう発想になるかもしれません。 MT 比が 4M6T になると、モーター車の数がモーターなしの電車の数より若干減っちゃいます。今現在走っている4両編成は MT 比が1対1で、6両編成は2対1って感じで、実は母車の方が多かったり同じくらいだったりします。そういう風に俯瞰してみると、なんか精度下がっちゃうじゃないかっていうリスクがあるんですが、実はこれ問題がありません。なんでかっていうと、房総半島ではなぜかは知りませんが軌道加速度を大幅に落としています。房総半島上では設定が数値上では 2.0 になっていました。ちなみに209系本体は0番台京浜東北線時代で 4M6T ですが、なんと 2.5 をマークしています。今現在走っている京葉線向けの209系500番台 KO34 編成も同じですね。おそらく登場当初113系と性能を合わせるために意図的にある程度遅くしている感じもしますが、なぜかこれが今現在113系が消えた後もずっと残ってます。消費電力とかの都合もあるかもしれませんけれどもね。とはいえ結果的には209系の性能っていうのは 4M6T で出せる 2.5 よりも低かったりするんで、実は全然問題ありません。ちょっと高速域の加速性能は若干もしかしたら悪くなるかもしれませんが、そもそも今現在房総半島の路線ダイヤが結構緩いことが多く、内房線も最高速度で110キロまで走れますが、110キロ出すケースはあまり多くありません。外房線も同じく110キロ運転できますけれどもね、あんまりそこまで加速するかっていうと微妙です。むしろもうちょっとゆっくり走っても問題がありません。路線によっては最高速度が95キロとかそういうところもありますからね。結果的になんかわざわざ高速走行の性能も高くする必要はありませんから、 MT 比が従来の209系0番台のように 4M6T に戻ったかって言って、確かに性能は若干悪くなるかもしれませんけれどもね、それでもそもそも房総半島で必要な性能というのは満たされますからね、特に問題ないでしょう。もしも廃車改装をすることを前提でこういう編成を組む場合、もともと4両編成で短縮される際に余った2両っていうのは、ちょっと早めにもう廃車改装を準備としてなんか取れる部品は取っておこうとか、そういうことをするかもしれませんよね。 E21 だけなどはどんどん廃車にしていくから部品はそんなに持たなくてもいいっていう発想ですが、209系はまだまだ 4,5 年程度は活躍しますからね。例えば追加を洗ったりとか、あとはモケットとかそういう使える部品は取っておくというのはありえるかもしれません。釣り革ってまれですけれどもね、壊れることがありますし、他にも座席のボケットが横れた際には他の廃車編成の部品を使ってなんか交換するというのもありかもしれませんよね。実際こういうことをするかしないかまではよくわかりませんが、廃車改装の準備ってやるともっと廃車改装っぽくなんかされる気もします。まあもちろんパンタグラフが撤去される時点で結構怪しいんですけどもね。ただその一方でそれ以外は特になんか改造されておらず、極端な話このまま電装解除した場合左派になることも可能な状態です。このためもしかすると左派にして 4M6T で運行する準備をするかもしれません。そもそも209系同期である E217 系も房総半島ですが低い MT 比で走行することができました。また重量編成の運用自体も主に E217 系と被るところが多かったんで、こういう観点から見てもある意味走行自体は十分可能でしょう。またこの重量貫通編成っていうのは主に外房線に対してですが、すごいメリットがあります。それはロングシートが2を増えてかつデッドスペースが減るっていう点ですね。これどういうことかっていうと、まず重量固定編成になることで中間車である先頭車の顔が2個消えます。これによって先頭車の運転台スペースにも人が入れるようになって輸送力が若干向上します。また従来の重量編成は4両編成と6両編成がつながることで誕生しました。そして209系房総半島仕様は基本的に先頭車がボックスシート、
中間車がロングシートっていう組み合わせです。そのため重量編成で運行する場合、中間車2両にも実質的にボックスシートがありました。確かにこれは昼間の時間帯を中心にボックスシートに座りたい方は多かったりするんでいいかもしれません。ですがラッシュの時間帯はそれ以上に人が入ってきます。内房線とかについてはそこまで問題がないのかもしれませんが、外房線はとにかく混んでいて問題になっています。あまりにもちょっと混みすぎていて、実を言うと通勤快速の東京行きがとある乗り換えアプリによると、なんと最高脱区間が蒲取から蘇我って感じで、なんと東京都内ではなく外房線が最も混んでるっていう、一見するとやっぱり東京都内が電車混むっていうイメージですが、それを超えてくることもあるっていうぐらい恐ろしいですよ。わかりやすく言えば相鉄の朝ラッシュに近いイメージでしょうか。実態はおそらく外房線の方がはるかにひどいと思いますが、それでも相鉄もやっぱり、横浜方面は都内に入りませんけれどもね、でもやっぱり混んでますよね。利用者が多いおかげで重量編成が朝の時間帯にいっぱい走ってます。外房線はこれがもっと極端だった感じで、本数の割に利用者が非常に多く、かつボックスシートも中間車に入っていて、結構混むであろう中間車に入っているという点がさらなる混雑の助長をしています。7号車や6号車は階段から近い駅も多く、昼間あったら別に問題ないんですけどもね、朝の時間帯になると先頭車かつボックスシートという状態から乗れる人が結構少なく、どうしても結構満員になってしまって乗り降りに時間がかかり、その結果として遅延が発生したり、さらには混雑が悪化する原因になります。この朝所持の問題を解決しようと思った場合に、今回登場した重量固定編成を活用することで中間車2両がロングシートになります。さらに純正中間車ということで、運転台付近の部分が客室に変更されて、およそですけれどもね、209系の車端部の3人掛けのあのスペース、ちなみに車椅子用のフリースペースはありません。両側ともに3人掛けの座席ですね。この分の椅子と、あとは立ち客用のスペースですね、この分だけ定員を増加させられます。またロングシートでもともと作られてますからね、ボックスシートが減るため、これをまた輸送力を上げるきっかけになります。外房線の混雑って動画で見れば分かりますが、非常に結構異常なぐらい混んでいて、しかも千葉に向かうある意味ローカル線に近い存在の電車がここまで混むとなると結構注目を浴びています。電車の本数は実を言うとまだまだ増やせる感じですが、このような混んでいる時間帯に重量編成を導入するっていうのは特に外房線の場合ありかもしれません。この重量編成の唯一にして結構強い弱点がトイレの数ですね。重量編成で内装を特にいじらず走らせようと思った場合、1箇所しかトイレがありません。これまで8両編成もしくは10両編成の場合、トイレは2個ありましたが、今回は1箇所しかないって感じですね。一応10両編成の運用は今現在山手線一周よりも短い航路がほとんどなんで、特に本土初千葉行きとかそういう運用もあったりして、結構短い運用も多かったりします。10両編成の運用はそんなになんか新宿発勝浦行きとかそんな運用はなかった気がするんで、あくまで2021年の春の大改正の状態を元に話していきますが、そこまで大きな運行距離とかでなんかトイレが少ないことによる問題は起きないと思ってます。外房線の混雑って結構やばいんで、電車の本数を増やしたいところですよね。そしてもしこれで電車を増やそうと思った場合、運用数が増えますが、この運用が増えた分を重量固定編成で賄うことによって効率よく外房線での問題が解消できます。もしも仮にこういうことができるのであればやってほしいと思いました。というわけで今回のまとめといきましょう。今回はなんと房総半島で重量貫通編成の209系が誕生しました。これが営業運転につくのか廃車改装になるのかはまだ分かりません。実際に車両が結構余ってるんで余剰廃車っていう可能性は結構あり得る話ですね。でもその一方で外房線の混雑という都合から 4M6T でも十分走行可能な209系を使うことによって、ラッシュの時間帯の外房線の本数を増やして混雑の緩和が期待できるでしょうね。一応車両性能的には 4M6T でも十分走行できますが、実際今後どういう風になっていくのかまでは分かりません。これからの動きに注目していきましょう。というわけで皆さんは今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントを数際ぜひクレミーという単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道ことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。こういう感じで鉄道に関する新しい情報や未来関数を話についてもやっていきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれで終わりにしましょう。バイバーイ。